皆さんこんにちは、吉丸でございます。今回は星のドラゴンクエストからのクリスマスプレゼントガチャですね、結果を見てみましょう。まずは1日1回炊き出しレコードキーパー第2弾ガチャですけれども、ブーン、これなんだっけ、トルネー、あ、風のブーメランか、はい、でした。人手みたいだねっていう感じで終了です。で、ロトと天空と光装備、10連無料ですね。いや、前回がなんだっけ、光下が当たったんですよね。良ければ、前回のガチャも、合わせて、これで2回分今回取ってるって感じかな。スキップ。お、光ってるぞ。ロト頭。うん、っていう感じになりました。まあでも、対象が当たっている分まだいいかなと思います。いつもね、対象すら当たんないんですよね、これね。なので今回は光したロと頭ですかね。でこれが3日目ですね。はい、レコードキーパー第2弾ガチャの炊き出しですけど、ここでね、まあ神引きというかクリスマスプレゼントいただきました。じゃん、夜市の弓ということで、これ2個目なんだよね。そのステップアップで1個引いているから、これはね、嬉しかった。対象がこういった炊き出しで当たったのは、もう半年以上ぶりかな。はい、良かったですね。なので、これでシャドウ属性が2個、弓に入れられることになったんで、まあ、本当にこれは嬉しかったですね。それから10連行ってみましょう。スキップ。あ、これスキップしてないんだ。光んないっていうね。はい、ドラゴンキラーでした。まあ夜市の弓が出ただけでも、まあ、それはちょっとクリスマスプレゼントと違う炊き出しでしたけど、まあ、クリスマスプレゼントもらったと思えばいいかなと思ってます。まあ、ヒャド属性武器っていうか、まあ、スキルに関しては1個も持ってなかったんで、まあ、ちょっと、倉庫見てみましょうか。よいちね、弓ね、これが2個あるってことはかなりね、ヒャド、抜群のとこではいけるんで、非常に結果は満足しております。はい、ではですね、なんとかね、星ドラから、クリスマスプレゼントをなんかもらったような気はしているんですけれども、ちょっと短いのでね、プラスで、少し雑談しようかな。そう、グルチャをやっていたんです。2年間ずっとね、4人固定でした。でこれはなぜ4人固定かっていうと、やっぱグルチャってね、いろいろと問題があったり続かなかったりするでしょ。まあ、皆さんも経験あると思うんだけど、僕もそうで、いろんなグルチャ、星ドラ以外も入ったんですけど、もう本当に1ヶ月とかでね、僕は抜けちゃうんですよ。最初はちゃんと参加するつもりはあってやるんですけど、やっぱり発言する人とか会話に入っていく人っていうのがいつも同じメンバーになっていって、でだんだん見る線になっていっちゃって、なんか入っててもこれ意味あるんだろうかって言って、まあ辞めるパターンが一番多いんですけど、まあ、特に星ドラって僕はそこまで揉めたのは見たことないんだけど、まあ普通に考えて部屋張って入れなくなったりとか、まあ魔王級とかでも、まあ、せっかく準備したのに他の人で決まっちゃったりとか、なんかいろいろあると思うんですね。あとやっぱグルチャって合う合わないっていうのが一番の問題があって、まあ仮にね、入ってみたけど、ちょっとこの人苦手だなっていう人も絶対出てくると思うし、だから、僕はもう4人固定で、もう毎回同じ人で、とにかく周回する。それから会話もいつも4人だから、まあ、要は新たにその苦手な人っていうのも要は出ないわけ、そうすると。まあ、それでやってみたら2年間ずっとね、続いたっていう話なんですね。で、1人辞めてしまったんですけど、別に揉めて辞めたわけではなく、星ドラのモチベーションが上がらないということでした。なので、完全にちょっと辞めるのかはわかんないんだけど、まあ、一旦ちょっと星ドラからまあ距離を置くという形で、1人、グルチャから抜けてしまいました。本当に2年間やってきて、そうですね。まあ一緒の仲間で辞めた人っていうのはこれが初めてになります。まあ星ドラもね、3周年に入ったタイミングでね、やっぱりこうやってね、誰か辞めるとか引退するっていう人もね、ポチポチ周りでちらほら出てくるのかなっていうふうに思いました。
あともう一人もね、もうモチベは昔から、半年ぐらい前からね、もう星ドラつらいつらいみたいな感じになってて、もうやることがないとかね、まあ、ガチャゲーっていうのもいろいろとあったりはするんだけど、まあ、時間の問題かなっていう人も他にはいたりもします。で、取り急ぎ、4人固定のグルチャが今1人足りていないんで、そこの補充をしたいと思ってるんですけど、まあ、ここで募集しちゃうと、まあ、複数来た場合にね、1人しか取らないし、まあ、どうしようっていうのもあるんですけど、今メンバー内で話しているのが、まあ、4人固定っていうのはこれはこれで大成功だったから、ずっと問題なくね、2年間もやってこれたわけだから、これはやっぱこれでやりたいなとは思ってるんですね。ただ4人だとやっぱりね、時間帯によってはもちろん、人が揃わないとか、あと忙しいとかもいろいろとあるから、例えば3人で出発とか2人で出発っていうのもしょっちゅうあるんですね。今までは普通にそういうの場合は野良さんを入れればいいんですけど、まあ、僕は割と動画を出すから、ID 学習もモザイク処理っていう部分で1人でもかけると結構きついっていうかね、まあ、動画は撮れなくなっちゃうんですよ。なので、まあ、その辺でどうしようかなっていうのもあって、1つは4人固定っていうのはそのまんま、継続していく、まあ、あと1人は入れないといけないんですけど、プラスで、まあ、複数もっといるグルチャも別で、立ち上げて、まあ、そこと両立してやっていくっていうのもどうかなっていう案も出てます。ただ、まあ、もう一個やっぱグルチャ複数の立ち上げると、まあ管理が大変になるっていうのもあるし、まあ絶対最初は仲良くできると思うんだけど、まあ、抜ける人も出てくると思うし、まあ、それは別にしょうがないからいいんですよ。まあでもなんか揉め事とかなんか起きた時にちょっと厄介だなとか、あと通知もめちゃくちゃ行くと思うのね、雑談とか始まっちゃうと。朝起きたら100何件あるよみたいなさ、まあ通知をオフればいいんですけど、オフってもさ、朝起きて LINE が100何件とかあったらちょっとびっくりしたりとかもすると思うんで、ちょっとそこはもう少し慎重に考えたいと思います。で、もしも募集する時にはまたね、動画で、まあ、この前フレンド募集しましたね。たくさんの人にね、応募いただいてありがとうございます。応募っていうか、申請いただいてありがとうございました。ね、あれも1日で100人超来たから、まあ、グルチャそんな来ないと思うんだけど、募集する可能性もゼロではないですよっていうようなことだけね、ちょっと今回お話ししようかなっていうふうにね、思いました。あと別での話なんですけど、スカイプをしながら星ドラをできる方を1、2名募集しております。もしもいましたら、ツイッターから DM ください。なんか僕、相互フォローじゃないと DM 送れない設定にしてたらしいんですけど、チェックを外してみました。なので、とりあえずフォロー多分し合ってなくても、直接僕にメッセージは送れるようにはなったと思うんだけどな。ちゃんとやってみてください。夜の10時以降に、スカイプしながら星ドラできる方、1、2名募集しておりますのでね、まあ、動画にももちろん映ったりはするから、動画 OK な人で、お願いします。それは募集したいなと思ってます。で、それとは別で、またグルチャでちょっと募集の可能性がありますよっていうことだけね、今回お話しして終わろうかなと思います。まあ、皆さんいかがでしたかね。10円福引きとかね、炊き出しもありますけど、僕はね、こういったもう10円福引きで対象が今まで全然出なかったのね。3日連続とかのあったじゃん。なんか、4週で3日連続だか2日連続だか、金土日、金土日、金土日とか、あれも全然対象出なかったんですけどね、今回は割と出てくれてよかったなっていうね。で、まあ一番はやっぱりヒャド属性、僕全く持ってなかったから、それが2個、まあ、炊き出しは1個ですけどね、1個はプレミアムっていうか、ステップアップ福引きで引いているんでね。まあでもなんか、ステップアップ、ちょっと声枯れた。ステップアップっていいよね。一応1000ジムからできるから、そこはなんかすごく、プレミアム福引きよりはね、ステップの方が僕はまあ好きだなと思っております。はい。そんな感じでしょうかね。で、また星ドラに関しては、一つ、お話ししたい雑談があるので、近くそれは、撮りたいと思いますのでね、よければまたチェックしていただけると嬉しいです。では、吉丸でした。またお会いしましょう。さよなら。